東邦音楽大学の井上淳二です。これから楽典の勉強を始めるにあたって、まず音について一緒に考えて勉強していきたいと思います。さて、じゃあここで問題、突然ですが、音はなぜ聞こえるのでしょう。答えは耳があるからです。なんだって思った人もいると思います。でも耳がなければ音は聞こえないわけですよね。もう一つ音が聞こえるものがあります。それは骨です。今骨振動によるイヤホンとかも売ってますよね。骨も音を伝える。で、有名な話ではですね、ベートーベンが耳が聞こえなくなって音の高さを知るのに歯に糸をつけて、それを弦につないで、そしてその振動で音の高さを聞いたという、そういうエピソードが残ってます。本当かどうかはちょっと分かりませんけれども、でも骨も音を伝える。そして耳は当然鼓膜というのがあって、それがこう震えるわけですよね。それで音が聞こえるわけです。ではなぜ耳に音がこう聞こえてくるのでしょうか。はい、それは当然空気があるからですよね。ですからこれは音楽をやる私たちにとって、どういうふうに音がこう伝わるか、あるいは伝えるかということの大事な一つの要素ではあるわけですよね。さて、またまた問題です。じゃあ音は空気の中を一体どのくらいの速さで進むと思いますか。これは中学や高校の理科の時間、物理の時間に習ったかもしれませんね。これはですね、1秒間に空気中だと、いわゆる気体ですね、1秒間に340メートルぐらい進むと言われてます。で、もう一つ今骨というのがありましたね。骨、そしてもう一つ伝わるのがありますね。何だと思いますか。骨は個体ですね。個体。もう一つ、そう、水です。水、液体。さて、この中でどれが一番早く伝わると思いますか。気体は1秒間に340メートル、空気中ですね。実は液体の方が速いとなってまして、これは5倍ぐらいか、1500メートルぐらいです。そして固体、これ鉄だなんかの固いものだと、これ実は6000メートルぐらいいくと。そうすると気体が意外に速いようですが、遅いんですね。1秒間に340メートルっていうことは、よく山で山彦がありますね。おーいって言って1秒ぐらいしておーいって帰ってきたら、340メートルぐらいのところで反射したって思えばいいわけですね。そうすると、私たちがこう音を出すにしても、1秒間で340メートルですから、それより遠いと1秒より遅く聞こえてしまうわけですね。だから例えばオーケストラが340メートルあったら、端の人から端の人まで1秒かかってしまうということですね。だからオーケストラが大きくなればなるほどですね、音のズレっていうのが1秒よりはないですけれども、0コンマ何秒もしかしたらずれてるかもしれない。一番端っこ、例えばコントラバス、そしてこっちの方には打楽器がいたり、それから前の方に弦楽器がいたりですね。そうするとずれるっていうことがもしかしたら起きてるかもしれませんけれども、実はずれずにみんなが一緒にできるのはなぜかっていうと、指揮者がいるからですね。指揮者がいるっていうことはどういうことかっていうと、目で見てる。だからずれないんですね。目で見るっていうことは何かっていうと、それは光です。光、ピンとこない人もいるかもしれませんが、目で見るっていうことは光を見てるわけです。
だから目で見る方が聞くよりも早いっていうことですね。じゃあ一体光はどのくらいの速さで進むか分かりますか？いわゆる光速と呼ばれてますね。これは実は1秒間に地球を7周半、30万キロと呼ばれてます。1秒間地球7回半、音は340メートルですけれども、光は30万キロ。だから目で見る方が聞くよりも早いということは、コンダクターを見るっていう行為は非常に瞬間的に見れるわけですね。まあ340メートルも離れてるオーケストラというのは映像は多分ないと思いますけれども、ね、で例えば空を見てもらって飛行機が飛んでる時、それを見て気づいた人いますか？例えば見えてるのに音は後からやってくる。先に機体が見えてるのに音が後から。ですからそれは飛行機は音より早く飛んでる。もちろん地上との距離もありますけれども、早く飛んでるっていうことですね。音の速さ、音速と言いますけれども、これがいわゆる機体では340メートルですということですよね。でもっと分かりやすい例で言うと雷です。雷はピカッと光ってからゴロゴロゴロってなることが多いですね。それは光の方が速いのでピカッ、それから例えば1秒ぐらい遅れてゴロゴロって言ったら340メートルぐらい先にいるのかな。でだんだんそれが短くなって、一番危ないのはピカドーンってこれですね。これはもう真上にいますから、皆さん早く逃げた方がいいかもしれません。その音について少し勉強しましょう。音の種類です。音には大まかに3つあります。純音と呼ばれるもの、そして楽音と呼ばれるもの、それから騒音と呼ばれるものです。で純音っていうのは、これはいわゆる難しい言葉で言うと制限波っていうんですけれども、混ざり気のない音だと思ってください。混ざり気っていうのは何かっていうと、普通音にはですね倍音と呼ばれるものが含まれていますってるわけですね。これ後でちょっとピアノでお聞かせしたいと思いますけれども、それがない音を純音と呼んでいます。普通の楽器からは出ません。目で見ると波形を見るとこういうふうに規則正しくですね、こういうような感じで、カーブをこう描いていく、こういうの純音って言います。でこれに倍音が加わるとこういうふうにですね、こう複雑な形をする。これがですね、いろいろと音色を決めたりするわけです。でこの純音は例えば時報の音とかチューニングの音ですね、混ざり気がないので合わせやすい。それから音差、今音差っていうのはあんまり使わないのかな。ポーンって鳴らすとピーンってこうね、調律の方とかは使っていることがあります。それから楽音は大体楽器から出る音なんですが、3番目のこの騒音との違いは何かというと、楽音というのは伸ばせる音だと思ってください。伸ばすことができる。一番わかりやすいのはローマ字楽器の、例えばカ、これ伸ばしてみるとカーアンになってしまいますね。決してここの K のところをクッて伸ばすことはできない、でこういういわゆる母音、これが楽音の例だと思ってください。伸ばせる音ですね。それに対して騒音と呼ばれるのが子音にあたるところです。だから瞬間的にボコッ、これ余韻がありますけど、それは楽音なんですね。騒音というのは瞬間にボコッ、だから物が壊れるとかぶつかった、伸ばせない音だと思ってください。でこの騒音はですね、打楽器なんかはこの騒音っていうのを使ってますね。
楽音は伸ばせるものですね。で、例えばピアノなんかは2つが混ざってます。最初にポーンと弾くとボコッと音、実はこうハンマーが弦を打ってボコッと音がしてます。でそれが騒音です。でその後弦をこう揺らす、それが楽音ですね。で音楽ではこの2つ、楽音と騒音と2つを使います。でもう一つうるさい音ってのがあるんですが、騒音ですね。それはもう個人的な心理的な音なので聞く人によって違ってくるというのでここには入れてないわけですね。さてじゃあこの倍音について少しね、倍音というのは何かっていうと、実はある音の上にはたくさんいろんな音が重なって鳴ってるわけです。特に楽音のところですね。それにはですね、どうやって聞くことができるかっていうと、今からピアノでやりますけれども、ピアノである音を弾くとその上にいろんな音が重なってきます。例えばこれからドっていう音を弾きますが、ドという音の中にはオクターブ上のドとか、あるいはソ、ミ、そして C フラット、レ、ファシャープっていうふうにいろんな音が実は同時になっています。でその混ざり具合によって、音色が決まってきますので、その倍音をちょっと今出してみたいと思います。例えばこの音、この音の中には倍音と呼ばれるもので、もっともっと上の方まであるんですけれども、が実は一緒になってます。聞こえますか？そう、これ聞こえるって相当耳がいい人は聞こえるかもしれませんが、実は、なかなかね聞き分け難しいです。ただこれはさっきも言ったように耳だけではなくて骨も感じてる、だから体全体で感じてるので実際に意識しなくても無意識状態で多分体の中には伝わってきてると思います。でそれらを音を出す時にどういうふうにこう出したらいいのか、例えばピアノで言えばそのタッチの問題、あるいは速度の問題ありますね、強弱、そして長さ、そしてバランス、そういうものを体で感じながら出すっていうことが、それがやっぱり音楽の音の出し方につながってくるわけですね。で今ピアノでそれが実際になってるかどうかっていうのは、例えばこの上にはこれが同時になってる、だからピアノはそーっと押すとですね、これ開放弦って言って、他の音は鳴らないんですけれども、これだけ解放された音だけ共鳴するっていうのがありますね。でこれをそーっと押さえて下を弾くと、なんかポワーンと聞こえましたね。これが倍音と呼ばれるものです。そしてこの音も入ってるわけです。聞こえますか？からミという音が入ってます。そう、だんだん小さくなってますね。これは自分でも実験してもらえるといいと思います。ピアノを持ってる方はそっと押さえて、そして、弾いてみる。この C フラット、もうほとんど。でそういうのを倍音と呼ばれてます。でそれはこの楽音の中に含まれてるから、こういう複雑な音の形になるわけですね。ですからこの倍音っていうのが
どういうふうにいろんな音を重ねた時に出てくるかっていうこと、そのことが音を出すヒントになると思います。でそのためには今言ったようにですね、属七とは何かとか、あるいは第三音は何か、第五音は何か、そういう知識が元にあるともっともっとよく分かるようになると思います。今日は倍音の話も含めて音についてお話ししました。